メガドンキホーテハスダ店は埼玉県ハスダ市の国道122号線沿いにある株式会社ドンキホーテ及び長崎屋が管理運営するショッピングセンターである国道122号線沿いにあった市光工業の跡地を利用してラパークハスダとして2000年10月にオープン当時土壌汚染問題があったため土壌と表層の入れ替えを1億円余りをかけていった 当時は、女神と長崎屋がキーテナントとして入居したが、2007年9月に女神が撤退した。その他の入居テナントも大型ショッピングモールが、周辺地域に多数開業した影響で、撤退傾向にあった。その後2010年10月31日に、長崎屋の医療品、住居関連売り場を閉店、同年11月7日の食品売り場の営業終了をもって、長崎屋、 ラパークハスダ店は閉店した。後地は、同年11月26日に、メガドンキホーテハスダ店として開業し、長崎屋以外の入居テナントを、メガドンキホーテハスダ店の専門店として存続し、ラパークハスダの名称は廃止された。詳しくは、専門店一覧を参照。ありがとうございます。